28mm 対空機銃は、第二次世界大戦において、アメリカ海軍が使用した、対空兵器である。名前の通り、1.1インの銃弾を使用し、その75倍の重心長を有する。この後継法に関しては、後継の項目を参照のこと。従来用いられていた 12.7mm 基銃は、将来的には、対空火器として力不足をきたすものと考えた。 米海軍局は新しい対空機銃の開発を開始した。ホーネット艦上で射撃を行う 28mm 対空機銃、第二次世界大戦の早い時期においては、アメリカ海軍の大抵の駆逐艦や巡洋艦などに装備されていた。日本による新珠湾奇襲攻撃以降、フィリピンのマニラ湾にあったカビテ海軍基地にはアジア艦隊に所属する重巡洋艦、 ヒューストンに搭載すべく5機の 28mm4 連装機銃が送られていた。ヒューストンには4機が搭載され、1機は予備とされた。カビテ軍港が奇襲攻撃を受けた際、ドックに残っていた1機は日本軍の爆撃を生き延びた。この予備の 28mm 機銃はマニラ湾に駐留する小海底に搭載するには重。 次ぎたので25000発の 28mm 機銃弾と共に橋形に乗せられ、コレヒドール島のアメリカ陸軍に寄贈された。このヒューストンに搭載されなかった予備の機銃についての記録は、コレヒドール島に送られた後どうなったかはわからない。いくつかのオンライン記事を参照すると、陸軍に寄贈された。この機銃は一つの説によれば、特製のコンクリート台座に据え付けられ、 日本軍の航空機を撃墜するのに威力を発揮できたらしい。上部構造物の前後に8インチ連装砲を装備していたレキシントン旧航空母艦は海戦後、対空火器を強化するためその8インチ砲を撤去して5インチ療養砲に換装する予定であったが、レキシントンは取り付けが間に合わず、代わりにこの2 8ト、mm、ル対空機銃を搭載した状態で、 三五回回線に参加した。初期不良を改善できなかったことによって、この機銃について水兵たちからの評判は非常に悪いものだった。この機銃は可能な時に速やかにボ母方ス4 0ト、mm、ル機関砲と交換されたが、いくつかの艦船では終戦まで使われ続けた。また、この機銃は時々、シカゴピアノというあだ名で呼ばれていた。ありがとうございます。